皆様いかがお過ごしでしょうか。ハウリングです。ついにですね、新しいギターを購入いたしました。4年ほど前からもうね、カタログとかをこう買ってですね、ギターの購入を考えていたんですよ。もちろんファーストアルバムをこう全て一本のギターですね、高峰のギターでずっと取り切ったんですけど、これもとても僕は気に入っていて、本当に大切なギターですね。このギターがあったからこそ音楽活動を始めることもできたし、夢をつなげていくことができて、そしてファーストアルバムの数々の曲もこの高峰のギターで作り上げることができました。だから形としてはそのニューヨーカースタイルというね、ちょっと小ぶりな感じのねギターなんですけど、このフォルムもすごく好きで、ボディがちょっとくびれているというか、そのあたりもね、もうなんか僕は大好きで、スロテッドヘッドっていうね、ちょっと弦をこう交換する時とかは最初はちょっともうやりにくいなって思うようなこともあるような、そういうちょっと穴の開いたヘッドなんですけど、でそこもねちょっとお気に入りの部分で、本当に僕にずっと馴染んできたギターです。でですね、そのギターをやはりこうリペア修理に出したいというのもありまして、どうやらね、今回その状態を見てもらった感じだとお店で、ちょっと時間がかかるかもしれないというような、その最初にねちょっとピックアップの横の部分が割れやすいというかね、お店の人は言われてましたけど、そこをやはり直すのが、あとちょっとねピックアップ自体も使ったことがないので、ギター、僕の高めのギターではね、それをしっかり使えるように直すのに見積もりを出したりとか、それで預けてきました。そういうのもあってですね、もう一本ギターは必要になっていたということと、もうその4年ほど前、高峰のギターで自分の曲を作り始める前から、高峰のギター自体がかなり長い間僕と一緒に生活をしていたギターだったので、そうですね、そのどこまで耐久性があるのかっていうか、僕がずっとやろうとしていることに応えてくれるのかっていうのは、その時点ではまだ未知数だったので、新しいギターは必要なのかなと、その時からちょっと考えながらやっておりました。でも思う存分ねこう集中して弾けたっていうのはね、とてもいいギターですし、今も高峰のギターは大事に思っているんですけども、まずはそうですね、今回はその新しいギターの話をしましょう。で、新しいギターがですね、メイトンというギターがずっと欲しかったんです。で、そのギターをついに手に入れることができました。メイトンというギター、オーストラリアのギターメーカーですね。このギター何年前だろう、僕おそらく2年前には2018年にはこのギターが欲しいと、ここのメイトンのギターが欲しいということを関係者の僕のこう方には関係者の方にはちょっとお話ししてたこともありました。なのでまあ少なくとも2018年には間違いなくそう思っていて、もしかしたら2017年頃から気にはなっていたのかもしれないですね。最初4年前はそのカタログとかを持っていたとしてもですね、ギターショップとかにねこう見に行ったりとかあんまりしなかったんですよね。そのなんか欲しいギターをもう見ちゃうとやっぱり欲しくなっちゃうじゃないですか。だから十分ねその時点で高峰のギターで十分な部分がいっぱいありましたし、だからこそそのいいものを見ちゃうとっていうかね、まあいいものかどうかもわからない状態ではあったんですけど、それを本当にいいものとかねそういうギターを目にしちゃうとね、まだ買えない状態でこう欲しくなるのは辛いのかなと思いまして、あんまり見ないようにしてたというか、そうですね。でも、カタログを読んでる段階でやっぱりね気になってくるギターっていうのはありましてね、やっぱり最初はマーチンですね。マーチンのギターがやっぱり僕はとても憧れました。で、そうですね、いずれは手にしたいなというこう願望みたいなものがありましたね。でもその最初に手元にあったギターがその高峰のギター、これも中古で当時の友人から安く譲ってもらったというギターなんですけど、そのギターが割とこうニューヨーカースタイルというね小ぶりなギターだったので、その割と小さめなギターが気になったというか、だからそうですね、本気でその高いギターとかを買おうと思う前、ただ新品のギターが欲しいなって思いながら4年前ねこうマーチもいいなとか思いながら、実際買うのはでも手の届く範囲のギターみたいなね感じで見てたものとしては、その時やっぱテイラーとかが気になってたのかなとは思うんですけど、でも実際やっぱり購入する決定打というかねまではなくてですね、で高峰で十分だったっていうのがね、その時弾けば弾くほどずっとそれで愛着が湧いてきたっていうのもありまして、そうですね、ずっと一本のギターでレコーディングも通してきました。でもやっぱりそのファーストアルバムの中でも結構いろんなこう海に行ったりとかですね激しい使い方とかもしていたので、どこまでこのギターが持ってくれるんだろうっていうのはすごくありましてですね、このファーストアルバムが完成して今ですね、この次のいつかライブとか新しいセカンドアルバムがねこう作る機会があればそれに向かってですね新しいギターをこう購入する機会だなと思っていました。でこの新しく買ったメイトンというギターですね、こう一言で言うとめちゃめちゃこう美しいんですよ。本当にこう今見てても綺麗なギターだなと思いまして、でこれ新品ではないんですね結局ね、これ、でもいろんなことを考慮してこれがベストな選択だと僕は思ったんですね。2015年の、上半期に生産されたというギターらしいんですけど、それがその時期に日本にオーストラリアからやってきて、それを誰かがね購入されたのをが、まあ、今店頭に並んでいて、それがね僕が手にすることになったんですけど、とても美しいギターです。その僕はねやっぱシンプルなギターが好きで、それで最後まで結局ね悩んだというか、いろいろね試奏試し弾きをさせていただいたんですよ。実際ねメイトンのギターを買うという、欲しいという憧れっていうか気持ちはすごいあったんですけど、実際購入する日、まあ購入するその時までずっと考えていたことがあってですね、まだメイトンが欲しいと思って一回お店に行った時に、完璧な自分のこれっていうメイトンと出会えてなかったというか、その気づいてなかったというか、そうですね、あんまりカタログとかがこうなかったというかね、お店に行くまでちゃんと見てなかったので、行ってからですね、その思ってた品番とかを見てちょっと違うのかなと思いながらね、その考えていたんですよ。で一旦家にカタログなどを持ち帰り、いろいろ調べ直してですね、でその時に店頭でちらっと見ていたのがマーチンの D28、ニッパチですね。それとギブソンの J45、 これのヴィンテージの復刻ということですね。でマーチンの D28 は、カスタムということで、まあ、その時はね初めてお店に行った時は僕ギターの試奏とかもしたことがなくてですね、やっぱそんな高級ギターになってくると買う気がない時に触るのも悪い、申し訳ないかなっていうのもねすごく今まであって、購入すること、お店で購入すること自体も僕は初めてだったので、やっぱその辺は最初ちょっと敷居が高かったというか、まあそうですね、ずっと高峰一本でそのギターしか知らずにやってきてですね、まあ、他の人の弾いてるギターとかをねやっぱ触るのも気安く触れるものではないなっていう感じもすごくあったというかね、なので本当に自分のギターしか知らないというかいう状態で今まではやってきた感じですけど、それがねそんだけいろんなギターがあるギターショップでこう試し弾きをさせてもらったりとか、1回目からはちょっと触らせてもらったぐらいですね、1回見た時はね。でその2回目に本当に買おうと、そのこの中から何かを決めようと覚悟していった時は初めてこう試し弾きというか試奏ができましたね。でその時に最終選考まで残ったのがそのマーチンの D28、 ニッパチカスタムと、ギブソンの J45、40年代のヴィンテージの復刻ということですね。これがですね、あとそのメイトンの、まあ、ミニギターと言われるものと、その最新の限定のこうカラーとかね、その辺も弾かしていただいて、あとトミー・エマニュエルモデルとかも弾かしていただきました。実際そういうね高級ギターも含めて試奏する、試し弾きするのは初めてだったので、やるまでは果たして音の違いとかって自分に分かるのかなとかね、ちょっとまあその分からない状態というかね、でもとにかく何か感じれるのかどうかっていうのを弾いてみないと分からないというかね、思い切ってやってみたんですよ。でそうですね、僕はやっぱり弾き語りとして自分のう聞き分けるためにね、そのギターの音というのね、一番いいのはやっぱり自分は弾き語りだから自分にしかないオリジナル曲を弾くということで弾いてみました。実際にまあ何を弾いたかというと夕雲の、まあ、夕雲ですね、夕雲と、月下の、月下は特にこのイントロ部分かな、イントロの後も弾きましたけど、なんかそれがそれで自分がどう感じるのかっていうね、本気で心を込めて弾いて、それでギターの音の違いというのが分かるのか、それでしか逆に分からないのかなと思ってね、自分のねそういう大事な曲を弾く時の感じでしかね。で全部やったんですよ、それをね、一つ一つ。まあ本当はね気になるギター全部やりたいところはあるかもしれないですけど、やっぱそんなねすごい店員さんが一個一個ギターを持ってきてくれるたびにこうね、ちゃんとチューニングとかもして渡してくれるわけじゃないですか。こうやっぱりそうですね、厳選しないとっていうのはあって、その中でもまあ結構聴かせていただいてですね、それでですね、そうなんですよ、そこで迷ったっていうのが音としてね、自分の中では違いは感じられたんですよ。そのギブソンの J45 ヴィンテージ復刻、これの最初の出だしの音というかな、これはやっぱりなんか違うなって思いましたね。なんかこうよく言うジャキジャキいう感じって言いますけど、このガンガンストロークする感じがね、月下を歌う時にですね、これでやってみたいなっていう気持ちもすごい出ましたね、その時ね。それをイメージしながら弾いて、そうです、いいなと思いました。そしてですね、まあ、自分のこの今回購入したギターも弾いてはみたんですけど、アコースティックギターとして使う場合エレアコなんですけど、まあ、アコギとして使う時のこの生音の鳴りというのは、そうですね、自分の中ではまだ分からなかったというか、そういう感じではあったんです。その並べてるギターが、まあ、全て高級ギターっていうのもあったんですけど、でその合間に自分が持ってったいつもの高峰のギターも弾いたんですけど、これ言っとくと全く遜色なかったですね。その高級ギターと並べても僕のね曲を弾く限りでね、だとやっぱり慣れてるギターとてもいい音がしました。そのもちろんそのギブソンもマーチンも弾いた時に当然いい音だなと思ったんですけど、その後に自分のいつものギターを弾いたらどう思うんだろうと思って、同じ場所で同じ曲を弾いたら遜色なかったですね。良かったですね。ファーストギター、自分のもともと持ってるギターも良かったので、まあ、ただ今後のねその欲しいギターというのと使っていきたいギターというのもありますし、でピックアップをちゃんと復活させるというのも含めまして、今回のギターの選択になったんですけど、それでもやっぱりね、もう一つ言っておきたいのは、その D28 マーチンの D28 ニッパチのこの弾いた時のこのなんていうのかな、本当にこれは違うなって思いました。なんていうか音の出方というか、こう音が揃って出てくる感じというかね、このめちゃめちゃ弾きやすかったですね。そのコードをこう押さえたりする時も、なんていうか、とてもなんていうのかな、弾きやすかったですね。それで音が出て、その響きがね、この後に残るっていうかね、余韻がねすごくいいんですよ。これがやっぱりこの D28 の良さなのかと、まあね、カスタムっていうのもあるんですけどね、そこがねちょっとギリギリまで迷ったところでもあったというかねその時のね衝撃というか、音だけで選ぶならマーチンかもしれないんですよっていうのもあって、で僕がでもね、今後皆さんの前に立ってライブなどをする時とかをすごく考えて、そうなんですよね、マーチンはもちろん素晴らしいギターですけど、僕はなんかメイトンをずっとイメージしてたんですね。だからこの音としてちょっとね、その2つと比べてっていうかね、これからなんか育っていくっていうかね、育っていくっていう言い方もあれかもしれないですけど、自分がその音を分かっていくのかなっていう、理解していくのかなっていうことを思ったのと、そのすごく考えている僕の姿を見て、店員さんが僕がやっぱり本当はメイトンが欲しいんだということがなんか分かったんでしょうね。なんかいろいろと、まあそれでもね、その無理に何かを進めるということはせずに、すごく優しく、そうですね、いろいろ教えてくれました。で結局そうですね、この見た目の美しさというかね、これは本当にやっぱそういうのってね大事だと思うんですよね。このギターでやっていくんだっていう気持ちというか、その出会いというか、それがこのギターにはありました。一目惚れですね。でもその一目惚れしたギターをもこう、そうですね、こう止めるというか、それぐらいマーチンも素晴らしかったです、本当に。でもそのさっきね、ヴィンテージとかの話もしたように、まあ、さっきのギブソンの J45 はヴィンテージのを再現した、40年代のヴィンテージを再現した復刻なんですよね。だから今後ですね、本当にそういうマーチンのニッパチとか、こうギブソンの J45 とかを欲しくなった時は、本当にこうヴィンテージとかで探している自分がいるんじゃないかと思ったので、それはいつか出会えるだろうと。でまあそういうのをね、変える時になっている時に探すわけだから。ただそれまでの期間、自分がずっと音楽活動していく中で、このメイトンっていうブランドで、メイトンというメーカーで自分で思った通りの音を出していくということがとても大事だと思いました。今日はですね、新しいギターメイトンについてお話ししました。メイトンのことをご存知の方は、それをきっかけにこの音声聞いてくれたかもしれないですけど、結構長く話しましたね。最後まで聞いてくれたかどうかわからないですけど、今後僕はこのメイトンのギターともともとあった高峰のギターでレコーディングなどしていくので、まあどっちの音かわからないかもしれないですけど、まあそういう感じで今後の曲を聴いていただけたら嬉しいです。それでは今後もギターの話とか音楽の話いろいろしていきたいと思います。ソングライターのHowlingでした。ありがとうございます。街は花